はいどうも皆さんこんにちは、 IQ180 の夢です。よろしくお願いします。今日はニーチ SS の気になってるアイテムをご紹介したいと思います。かなり遅いタイミングの紹介なので完売しているアイテムもありますがご容赦ください。全部で5点紹介します。1つ目がザ・クラシックのハリントンジャケットです。クラシックはリラックスを運営している会社の別ブランドです。マーガレット・ハウエルで経験を積んだデザイナーが手掛けています。リラックスと同様で細かいディテールや素材にこだわったクラシックなアイテムが多いです。サイズ感とミニマルなディテールが非常に良くて、生地も老舗生地屋のものがおそらく使われると思うので非常に期待しております。ライトアウターをあんまり持っていないので汎用性の高そうなこのアイテムが非常に気になっています。色はベージュが欲しいです。はい、2つ目が大陸のフラワーパターンカーディガンです。余裕で完売していて、デリバリーが 3,4 週間前ぐらいだったんですけど秒速で売り切れていました。ハンドニットで網で花柄を表現しているニットです。ルックのスタイリングがとにかくかっこよかったです。花柄のニットなので可愛い系になりそうなんですけど、かっこよさもあってすごく惹かれました。着る人を選びそうなニットなので私が似合うかと言われれば難しいんですけど、それでも欲しくなる一着でした。はい、次がコモリのブリーチデニムです。毎シーズンベルテッドデニムが出ていたんですけど、今季はファイブポケットデニムが展開されています。めちゃくちゃ履き込まれた古着のデニムのような風合いが特徴です。比較的に厚さが薄めのデニムなので夏に白 T と合わせたいなと思っています。すでに売り切れているんですけど3月に再販があると言われているのでそこに期待しようかなと思っています。はい、次がヨークのデニムシャツジャケットです。このデニムシャツジャケットは裾が切りっぱなしになっているのが特徴で、ポケットが取り外し可能でそのまま首掛けポーチになります。個人的にはこのポケットの部分というよりは切りっぱなしの感じとかサイズ感が刺さりました。デニムのアウターって無骨なアイテムが多いんですけど、このデニムシャツジャケットはボタンがドットボタンになっていたり、ヨークらしい上品さのある一着じゃないかなと思います。ヨークで言うとこのニットも結構気になっています。はい、最後がオーラリーのコットンリネンブルゾンです。オーラリーは毎シーズンテーマを決めていないらしいんですけど、今季はペルーやドバイの旅からインスピレーションを得ているそうです。このアイテムも部分的に絡み織りが組み込まれており、絡み織りにより透け感があるので南国のリゾート感が出ています。個人的に今季は透け感があるアイテムに惹かれています。生地もコットンリネンなのでさらっと着れて、これからの季節にぴったりな一着だと思います。はい、以上が私の気になっているアイテムの紹介でした。今季はあんまり買わないかなと思ってたんですけど、なんやかんやで欲しいものがちょこちょこ出てきています。皆様も狙っているアイテムやすでに購入したアイテムがあればぜひコメントください。はい、今日の動画は以上です。今日の動画が良ければグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。 Twitter、Instagram もやっておりますのでよろしければフォローお願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。さよなら。